では折りたいと思います。こちら1枚目。白を上にして三角に半分に折ります。こちらへ半分に折ります。戻します。こちらの縁を下を支点に、こちらの角を斜めにめくるように折ります。はい、折った時にここは2センチほどになれば OK です。こちらも同じように折ります。裏返して角を少し数ミリ折ります。1枚目は出来上がりです。2枚目。こちらも半分三角に折ってこちらへ折ります。ここまで一緒です。で、またここめくるのも同じなんですけど、今度は折った時にここが1センチほどになれば OK です。こちらも折ります。で、同じく裏返して角をこのように今度は1センチほど折ります。3枚目。こちらも同じように三角に半分に折ります。で、同じように半分に折って戻します。で、同じようにこちらもめくるんですけど、今度はここ5ミリほど、ほんと少し、はい、こういう感じで折ります。で、裏返してこの角を真ん中に合わせて折っていきます。次は葉っぱ。こちらも同じ折り方です。こちらを半分に折って、半分に折って、開きます。また同じように、ここめくるんですけど、めくった時に、こちらが1センチちょっと、1.5センチ弱かな、折ります。で、こちらも同じように折ります。で、こちらも裏返して角を本当に少しだけ折ります。それではのり付けしていきます。こちら、大きい方、広げたのが多い方。こちら、この真ん中あたりを軽くこのようにふっとのり付けして、この中ぐらい、こちらを貼ります。この時にここの間隔が1センチちょっとあれば OK です。次、こちら最後、3つ目のこの分はこちら、このあたり、のり付けしていきます。で、また同じように貼ります。ここも同じ幅ぐらいですね。はい、次は葉っぱもこの辺りにのり付けします。はい、でまたここ貼ります。でここも同じように少し開けます。はい、系統出来上がりです。こちら15センチの折り紙。こちら白を上にして、まず半分に折ります。開きます。下の縁を真ん中に合わせて折ります。こちら、くるっと回転させます。下の縁を上の縁に合わせるように折ります。一旦開きます。こちらも一旦真ん中に合わせて軽く折ってください。で、もう一度こちらも折ります。軽く折ります。ここの折り筋より5ミリほど上に合わせて折るんですけど、一旦めくってここからこの5ミリほど下ぐらいでこのように折ります。はい、折ったらこの縁とここの折り筋を合わせるようにこのようにめくって折ります。こういう感じになります。で、こちら裏側もこちらの縁に合わせるようにこのように裏側へ折ります。裏返してここを合わせるようにして折るといいです。はい、裏返します。ここ長さ自由にしてもらってもいいです。こちらを少し1センチ折ってもいいし、今回はベストは2センチほどです。これぐらい、もう少し短くしても OK です。で、こちらも2センチほど折ります。1回めくりまして、こことここを合わせるようにちょっと一回折りますね、直角に。で、戻します。こちらも折って戻します。よいしょ。できればここのり付けしてください。角も少し折るといいです。こちらも折ります。はい、プランター出来上がりです。あとはこちら裏側でも表でもいいんですけど、このように下をのり付けして、この出来上がったプランターにここへ挟み込みます。で、あともこのようにのり付けして挟み込んでいきます。はい、するとこういうふうに花壇が出来上がります。よかったら作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。